皆さんこんにちは、ミーパーキングです。本日はトヨタのカローラツーリングをご紹介していきたいと思います。ステーションワゴン分野で新型レヴォーグとバチバチに周囲争いをしているこのカローラツーリング、以前ご紹介した新型レヴォーグもそうですが、ステーションワゴンってすごくいいじゃんと思わせるようなスタイリッシュでかっこいい、そんな一台となっています。カローラシリーズでもダントツトップの実力を持ち、カローラってたくさんあってよくわからないよという方にもまず一番に見てもらいたい魅力あふれる仕上がりになっているので、最後まで一緒にお付き合いいただけると嬉しいです。それでは早速スタートです。今回ご紹介するグレードはハイブリッドダブルバイ B という上級モデルとなります。全長4495mm、全幅1745mm、全高1460mm、燃費は WLTC モードで 25.6kg です。このダブルバイ B グレードはここのミラーがホイールと同色になる作りになっていて、今回のようにホワイトの車だとよりおしゃれでかっこいいですよね。初見の方はこんな車あったの?と思うような美しい仕上がりになっているので、まずは詳しくエクステリアから見ていきましょう。まずフロントですが、この切れ長で鋭利なヘッドライトに大きなブラックグリルといい、ちょっぴりダークテイストをミックスしたかっこいいフロントマスクとなっています。このヘッドライトは左右をつなぐようにデザインされ、フロントのワイド感はもちろんのこと、この目力恐ろしいほど存在感を放っていますよね。ここのグリルはメッシュのようになっていて、このワイド&ローの雰囲気にこのデザイン、これはかっこいいに決まっていますよね。ライトを点灯するとこのように点灯し、ここの吊り上がった2本のラインがデイライトとなっています。ライト類は全て LED 仕様になっていて、昼夜問わずかなり異彩な雰囲気になりそうですよね。それでは次にサイドを見ていきましょう。サイドはこのような感じで、前後を抑えた伸びやかなフォルムにブラック調のホイールといいカスタム感漂うかっこいいスポーツフォルムとなっています。ここのウィンドウ部分は後方に行くにつれて高く上がり、この前傾姿勢のデザインといい、走るぞという感じがすごく伝わってきますよね。タイヤは17インチです。このダークグレーのホイール、すごくかっこいいデザインですよね。給油口は左側についています。それでは次にリアを見ていきましょう。リアはこのような感じで、このリアコンビネーションの造形、マフラーのデザインといい、とてもスポーティー感漂うかっこいいリアスタイルになっています。リアウィンドウは視界確保のために大きくデザインされ、またバンパーの下のデザインによってリア全体を見た時の高級感とロースタイルを両立した作りは本当よくデザインされていますよね。ライトを点灯するとこのように点灯し、ウインカー以外は全て LED 仕様となっています。それでは次に気になる内装を見ていきましょう。内装はこのような感じで、外観のダークな雰囲気からは想像がつかないほど、とてもシックで高級感あふれるブラックスタイルとなっています。全体的に質感が非常に高く、どの世代が乗ってもこれは上品だねと納得できる作りになっているので、詳しく全貌を見ていきましょう。まずフロント中央には9インチの大型ディスプレイが搭載されています。その下にはエアコンの吹き出し口と、中央にはハザードボタンがついていて、ここにはエアコンの操作パネルが設置されています。風量と温度調整はダイヤル式になっていて、ハザードボタンもそうですが、少し角度がついているので手を伸ばした時に自然と操作できる作り、とても好印象ですよね。パネル部分はディスプレイ含め全てピアノブラックで統一され、なんとそれを覆うこの部分は全てステッチ付きのソフトパッドと、目に映る部分が質感高いと気持ちまで上品な気分になりますよね。ここにはちょっとした小物置きがあり、オプションで置くだけ充電をつけることも可能です。その両端にはシートヒーターがあり、2段階で調節が可能になっています。その後方には EV ボタン、ドライブセレクターのスイッチがついていて、スポーツ、ノーマル、エコと3種類から走行モードを選ぶことができます。その手前には本革巻きのシフトレバーがついていて、バックギアに入れるとこのような音が鳴り、周囲を確認することができます。
ここには電動パーキングブレーキとブレーキホールドのボタンもついていて、ついているだけでもとても嬉しいんですが、正直もう少しアクセント感があってもいいかなと感じました。その後方には縦型のドリンクホルダーと、ここには大型のアームレストがついていて、なんとこのアームレストは前後に動かすことができ、体格問わずベストポジションにセットできるのはすごくいいですよね。アームレストの中は収納空間になっていて、ここには USB ポートとアクセサリーソケットが一口ずつついていて、インパネ周りをごちゃごちゃさせない作り、ほんとよく考えられていますよね。それでは次に運転席周りを見ていきましょう。ハンドルは本革巻きで握りやすく、グリップも太くできているので、とても操作性は良さそうです。ハンドルの左側でメーター内のディスプレイ操作ができ、右側はクルーズコントロール関係の操作ボタンとなっています。ハンドルの調整はここのレバーを下げて前後を上下に調整することができます。エンジンスタートスイッチは運転席の左側についていて、エンジンをかけるとこのように始動します。真ん中はスピードメーターになっていて、アナログとデジタル両方で切り替えることもできます。全体的な青の発色も先進性を感じ、ここに時計がくっきり映っているのはやっぱり地味にいいですよね。シートはこのような感じで、合成皮革とレザテックというファブリックと革を融合させたスポーティーなシートとなっています。シートに座った感じもとてもよく、ホールド感もありとてもいい印象です。今回お借りした車はホワイトのカラーになっていますが、とても爽やかで素敵ですよね。着座位置はかなり低めにできていて、このスポーティーな臨場感、これはかなりワクワクしそうな感覚です。それでは次にドア内側を見ていきましょう。ドア内側はこのような感じで、ソフトパッドがふんだんに使われたとても高級感漂うスタイルとなっています。特にここのピアノブラックで想像以上にインパクトを感じ、これはついているだけでものすごい存在感がありますよね。ドアを閉めた音はこのようになっています。フロント上部には LED のルームランプと、ここには事故や病気など緊急を要する時や煽り運転の被害に遭っている時に対応してくれるヘルプネットのボタンもついていて、こういうボタンはついているだけでもすごく安心感につながりますよね。サイドのエアコン吹き出し口のデザインもとてもよく、よーく見てみるとなんと運転席エアコンの吹き出しにつながるデザインになっていて、一人で走りを楽しむ車と思いきや、家族や仲間で楽しむ車でもあるという、このフロントマスクから想像できないギャップがまたすごく魅力を感じますよね。そして運転席右側には ETC 車載機と、足元には給油口を開けるレバーがついていて、サンバイザーは運転席助手席ともに鏡がついています。それでは次に後席を見ていきましょう。後席はこのような感じで、まずドア内側ですが、前の席とほとんど遜色のないとても高級感漂う作りになっています。この部分はピアノブラック加色がされていて、ドリンクホルダーは高めの位置と、飲み物の出し入れがしやすいのはとても嬉しいですよね。シートに座った感じもとてもよく、足元は広々とまではいきませんが、窮屈さは感じない印象です。頭上空間も程よくあり、ここにはドリンクホルダー付きのアームレストもついています。中央にはちょっとした収納スペースと、その下には充電用の USB ポートがなんと2口もついていて、後席の乗員のことも考えた装備はありがたいですよね。残念ながらリクライニング機能はなく、またエアコンの吹き出し口もついていないので、 USB ポートを2口つけてくれるなら、エアコンの吹き出し口も正直つけてくれたらもっと好印象だったのになぁと感じました。それでは次にリアを見ていきましょう。リアはこのような感じで、ステーションワゴンならではのとても広い密室空間となっています。ここのボードは両面で素材が違う作りになっていて、片面は上質な起毛素材、もう片面は樹脂素材になっていて、乗せるものによってリバーシブルで使えるのはすごくいいですよね。さらに密室空間を広げたいときは、ここのレバーで簡単に後席を倒すことができ、ほぼフラットになり、十分な広さを確保することができます。この状態で26インチの自転車まで積むことができるそうです。そして気になる車中泊ですが、
実際横になってみたんですが、身長約160センチの私でギリギリのサイズなので、身長の大きい方は斜めに寝たりするなど何らかの工夫は必要そうな印象です。いかがでしたか？本日はトヨタのカローラツーリングをご紹介しましたが、この低重心ボディに内装の質感、これは全世代に人気があるのも納得の1台でしたよね。ステーションワゴンの中でも比較的全長が抑えられているのがこのカローラツーリングで、この絶妙なサイズ感に内外装、こういう誰もが扱いやすくドライブを楽しめるような作りが人気の秘密につながっているのかなと感じました。実際に乗られている方や試乗された方の感想、また動画の感想もぜひコメントしていただけると嬉しいです。またチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると動画制作の励みになりますので、よろしければお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。